簡単かしぼのおしゃべりレシピ。今日作るレシピはこちら。おいしそう。材料はこちら。作り方1。ジャムとレモン汁、蜂蜜を耐熱容器に入れて混ぜ、電子レンジで約20秒加熱しよう。やけどに注意してね。耐熱容器に蜂蜜とオレンジ果汁またはオレンジジュースを混ぜ、電子レンジ500ワットで約40秒加熱しよう。森永メープルシロップまたは森永チョコレートシロップを小さめのボウルに入れ、熱湯を加えよく混ぜよう。作り方2。森永クックゼラチン1袋を振り入れ、よく混ぜて溶かしてからさらに電子レンジで約10秒加熱し、よく混ぜよう。森永クックゼラチン2袋を振り入れ、混ぜて溶かそう。作り方3。粗熱が取れたらサラダ油を薄く塗った型にスプーンなどで流し、冷蔵庫で1時間以上冷やし固めたら出来上がり。作ってくれてありがとう。またね。